テーベのパウロスは、キリスト教の聖人で忍者。最初の演習師として知られる。アカシ聖者、初代演習師聖パウロス、パウルスとも、ヒエロニムスのパウロス伝などで言及される。記憶日は1月15日あるいは10日。ヒエロニムスは、アタナシオスのアントニオス伝に影響を受け、パウロス伝として、パウロスの物語を記しているが、これは伝説的なものである。 パウロス伝では、パウロスは、定売の裕福な家に生まれたが、デキウスミカドによるキリスト教徒の迫害のために、22歳より、定売近隣の砂漠に逃れ、生涯をそこで過ごしたと伝えられ、113歳の頃90歳のアントニオスの来訪を受けた他には、誰とも会わなかったとされる。黄金伝説では次のような聖人伝が伝えられる。パウロスは、 デキウス地下でのキリスト教徒への迫害を見て砂漠へ逃れ、それ以降を忍者として過ごした。同じ頃、アントニオスも、また、砂漠で忍者として暮らしていた。アントニオスは、自身が、最初の忍衆史であると考えていたが、夢の中で他に神聖で優れた忍衆史がいるとのお告げを受けたため、その忍衆史を探しに行くことにした。アントニオスは道中、ケンタウロスや、 シュロの実を運んでいるサチュロス、狼の道案内を得て、パウロスの住む洞窟へとたどり着いた。パウロスは、アントニオスが訪ねてくることをあらかじめ察していたため、とにかんぬきをかけていたが、アントニオスの懇願にほだされ迎え入れた。食事の頃になると、一羽のカラスが二人分のパンを運んできた。アントニオスが驚くと、パウロスはいつもは、この半分の大きさのパンが神から送られてくると、 伝えた。パウロスとアントニオスは互いに遠慮し、パンに触れなかったが、最後に二人が同時に触れると、パンは二つに分かれた。アントニオスは自身の草案に戻る直前、パウロスの魂が天使によって天国へと運ばれるのを見た。急いで引き返すと、パウロスは祈る、姿のまま死んでいた。アントニオスが埋葬のための穴が欲しいと考えていると、二頭の ライオンが現れ穴を掘った。アントニオスはパウロスを埋葬した後、彼の着ていた城で編まれた服を持ち帰り、大きな祝日にはそれを着るようになった。パウロスの聖人殿については、複数のものが伝えられており、ラテン版、ラテン版より短いギリシア版、パウロス殿により造法ないし翻訳されたギリシア版の三つの版が重視される。ヒエロニムスの パウロス伝とより短いギリシア語版のどちらが原点であるかははっきりとしていない。これらの聖人伝で伝えられるパウロスの生涯は細部を除いてほぼ一致する。ラテン版より短いギリシア版ではケンタウロスとサチュロスはどちらも明確に悪魔として描写されアントニオスを妨害し神を打ちまかそうとするがヒエロニムスの版ではケンタウロスは悪魔である可能性を持ちつつも 砂漠で繁栄する怪物のうちの一つとして扱われ、アントニオスに道を示す役割を果たし、サチュロスは無害な使者として扱われる。北海道大学の戸田里氏は、ヒエロニムスのパウロス伝は、アタナシオスのアントニオス伝から、文言が借用され、アントニオスよりも優れた修道者を書こうとした意図が見られるとし、創作上の人物であるとした。 これに対し関西学院大学の土井賢治は、創作上の尺用はヒエロニムスの創作に関わるものであり、パウロスの実在性に直ちに関連しないのではないかと疑問を寄せている。聖アントニウスと聖パウロス1634ディエゴベラスケスパウロスは絵画の題材としてよく描かれる。この時彼の聖人殿から鳥、二頭のライオン、 白ないしシュロの服がパウロスを示す記号として用いられる。ありがとうございます。